日本電機株式会社 NEC のデータサイエンス研究所というところで研究員をしております大山田と申します。私はですね、今年今年度1年間、社会人早期修了プログラムに所属いたしまして、で1年間でなんとか学位取得の目処が立ったというところで、今回こうしてお話をさせていただいております。私がこのプログラムを受講する、に至ったきっかけなんですけれども、もともと私はその筑波大学を出身、出まして、5年前に出たんですけれども、その際にその先輩方ですね、社会人の先輩方が、かなりこのプログラムを通じて学位を取得されていると、3名、4名ほど取得されているということで、かなり自然に、このプログラムの受講に至ったということがきっかけになります。私は今の NEC においてデータベースと機械学習に関する研究をもともとしておりました。なぜかというと、その実際我々どもはその機械学習を使ってお客様のデータを分析することがかなり多いんですけれども、その際にお客様のデータはその関係データベースと呼ばれるデータベースに格納されておりまして、機械学習にそのまま適用することがなかなか難しいと。なぜかというと、データのフォーマット、理論的な、フォーマットがそもそも違うですとか、あとはその関係データベースの中で行われる処理というものが、従来想定しなかった機械学習に特化したタスクであるということが主な原因です。でこうした内容を会社の方で4年間ほど続けまして、でそうした内容を今回大学に入って改めて理論的に深めて、で関係データベースに対する効率的な機械学習の実現という題目で、今回博士論文としてまとめさせていただいたというものになります。早期修了プログラムは本当に社会人にとって素晴らしいプログラムだなということを実感いたしました。私はその今年度の早期修了プログラムに入ると決めた後で、会社における少し役割が少し変わりまして、もう少しそのマネジメントに近いことをやるようになりまして、かなり多忙になってしまったんですけれども、それでもその早期修了プログラムは、そのあたりもですね、かなり考慮している内容になっていて、実際にその大学にあまり頻繁に通わなくても、課題をレポートとして出すなどの形式で、単位が取得できるというところで本当に助かりました。さらにその、先生方から本当に懇切丁寧なアドバイスを定期的にいただける機会もあるというところで、研究内容をブラッシュアップするという面でもかなり役立ったと考えております。